でも主体は南さんの後でしたナパ業23分団の訓練が開始されました。市役所広場では避難路確保のため水枠放水の訓練が始まっています。放水の際水しぶきがかかることがありますのでご注意ください。放水の際水しぶきがかかることがありますので市役所広場の方はご注意ください。ホースに水が通ります。ホース水が通りますので注意してください。いよいよ中行消防団の放水訓練が始まります。